さあ、それではこの試合をハイライトで振り返ってみたいと思います。東北楽天ゴールデンイーグルス対東京ヤクルトスワローズの今シーズン第3回戦、神宮での2連戦2連勝のイーグルス、先発は腰痛から復帰3試合目の田中、復帰して2連勝を狙います。その田中、初回はランナーを出しますが無失点、まずは無難な滑り出しです。対してスワローズの先発は先発に転向して3試合目、過去2試合白星が手に入らなかった増渕、前回神宮で対戦した時には増渕を捉えたイーグルス打線、2回の裏にチャンスを作って肘沢が2点タイムリースリーベース、まず2対0とリードすると、続く金次も高めの変化球をセンター前、立ち上がり制球の定まらない増渕から2回に3点を先制しました。一方田中も本調子には程遠い内容ながら、序盤3つのゼロを並べて迎えた4回、宮本がバスターでタイムリーヒット、スワローズが1点を返します。しかしスワローズに傾きかけた流れをイーグルスが5回の裏引き寄せます。復帰3試合目の岩村、昨年9月9日以来の地元でのスタメンに応えました。今シーズン初打点となるタイムリーツーベースヒット、これで再び3点差とすると、続く牧田がレフトへの犠牲フライ、イーグルスが5回の裏2点を加えて5対1とリードを広げます。しかし終盤に入ってからスワローズが流れを引き寄せます。7回、ライオン戦で牧田からプロ初ホームランを打った2年目の松井純がプロ2号目、今度は田中将大からライトへアーチを描きました。その後もスワローズは2アウト満塁という形を作りますが、田中が踏ん張りました。バレンティン空振りの三振で3アウト。しかし8回、フェルナンデスの送球エラーによってスワローズがまた1点を加えます。結局田中はこの8回、123球を投げ終えて9回のマウンドにはラズナー、しかしそのラズナーがピリッとせず、川端、畠山にヒットを許し、バレンティン、この打席では大振りをしなかったバレンティン、第14号スリーランホームランでスワローズが逆転。試合をひっくり返したスワローズは最終回、ここのところ波のあるバーネットを送り込みますが、イーグルス打線はそのバーネットの前に三者凡退、終わってみれば6対5、イーグルスは悔しい逆転負け、田中は2連勝とはなりませんでした。